この田中翔さんっていう容疑者というか、まあ加害者というか被疑者なんですけど、これ NHK の関連会社というか集金をしているという情報があるんですが、この会社員の内部告発がありまして、勤めている会社員からの、まあ、会社の会社員から匿名で通報がありましてね、この田中翔という人物は NHK の下請け会社と契約しているN リンクスっていう会社があるんですけど、名古屋 NHK の名古屋の営業センターに電話してるんです。NHK が身分証明書発行してですね、その発行してるのは名古屋放送局営業センターで発行してるので、でこの集金人がよく皆さんの家に行って身分証明書の人が本当にどうか NHK の人かどうかを確認するって電話をして、はいその人は所属してますってすぐに回答しないと不審に思われるから。ですから現在ニュースで田中翔容疑者がNHK さんの集金をしてたかどうかを確認させていただきたいんですが、令和2年6月15日です。ちょっとね音声だけ東海テレビのニュースを聞きいただきたいと思います。ある会社員が26歳が、大人数で集まっているという通報を受けて駆けつけた警察官の左手の薬指を骨折させたというニュースです。逮捕送検されたのは中村区の会社員田中翔容疑者です。田中容疑者はおととい午後7時半ごろ区内の公園で中村署の34歳の男性巡査部長に対し左手の薬指をつかみねじり上げるなどして骨折させ職務を妨害した疑いが持たれています。巡査部長は全治およそ6週間の大怪我です。警察によりますと大人数が集まっているとの通報を受け巡査部長ら警察官2人が駆けつけると田中容疑者は男女5人で公園に行って声をかけたところ犯行に及んだということです。田中容疑者は当時酒に酔った状態だったということで調べに対し覚えがありませんと容疑を否認しています。ということで、この26歳の田中翔容疑者がですね、会社員としか公表されていないんですが、NHK の委託会社、いわゆる集金人ですね、の仕事をしていたのではないかという疑いがありまして、ちょっとお電話します。お電話ありがとうございます。こちら NHK 名古屋放送局視聴者センターです。お客様からのご質問やご要望を正確に把握するため通話内容を録音させていただいております。 NHK 名古屋放送局に電話しています。もしもし、ちょっとニュースのことでお尋ねしたいんですが、ちょっと待ってくださいね。6月の10日に東海テレビの方で、26歳の会社員の人が警察官の、指を折ってっていうニュースを東海テレビされてるんですけど、このニュースを NHK さんがやったかどうかということが一つと、この田中翔さんっていう容疑者っていうか、まあ加害者っていうか被疑者なんですけど、これ NHK の関連会社っていうか集金人をしているっていう情報があるんですが、これは事実かどうかを知りたくて。はいはい、ですね、名古屋市中村区の公園と、おったと。はい、まあこれそのまま東海テレビさんのニュース現行のまま言うと、34歳の警察官に暴行し指の骨を折ったとして26歳の会社員の男性、男が逮捕されました。逮捕送検されたのは中村区の会社員田中翔容疑者26歳です。田中容疑者は6月8日午後7時半ごろ中村区の公園で、愛知県、巡査、事件があったのは8日なんですが、東海テレビさんが放送されているというかネット上で今配信を見ると6月の10日の15時55分に配信されているニュースです。はい、ないでしょうね。いやっていうのはね、この会社員の内部告発がありまして、
その田中翔という人物が勤めているいわゆる会社員と言っているので、この田中翔という容疑者ですね、あの警察官の指の骨を折ったと言われている田中翔の、勤めている会社員からの、まあ、会社の会社員から匿名で、通報がありましてね、これのそのうちの会社の、まあ、同僚ですと。で、この田中翔という人物はNHK の下請け会社というか契約している N リンクスって会社があるんですけど、 N リンクス、はい、まあ、いわゆる NHK さんから業務委託を受けて、いわゆる集金業務というか外回りをしている、受信料の契約をしている受け負っている会社の社員だというその内部からの情報がありまして、でだからそういうその NHK の委託会社、特にまあ集金人というその直接国民というか視聴者の方と対応する会社の人物がこのような凶暴な事件を起こしたので、うちの会社と NHK が必死になってこのニュースをですね、隠してるというか NHK の関係を隠すために慣行令が敷かれていると。だからその NHK さんとしてこの田中翔という人物がNHK さんの取引先の会社かどうかっていうのを、まあ、掌握されてるのかっていうのをちょっと知りたくて、わからないですよね。だからですよね、ちょっとこれはじゃあ NHK の東京とか営業所に聞いた方が間違いないっていうことですよね、そうなるとね。うん、いわゆるこの田中翔という人物が NHK のその身分証明書を持ってるかどうかっていうのを知りたくて。そうですね、まあ、だからその取引先の業者っていうレベルだと全然いいんですけども、要は NHK の委託会社のこの集金人っていうかこの、うんうん、はい、うん、ちょっとNHK さんのこれ営業所とか名古屋放送局の中に営業セクションってあるんですよね、要はね、うん、ちょっとじゃあそっちにかけ直してみます。いえ、はい、お疲れ様。ニュースは全然されてないっていうことは今のところ見た感じでは見つからないで、見当たらないですよね。はい、うん、いわゆるその 内部通報者の方は NHK はこれ全く報道してないけどもみたいなことをおっしゃってたんで、ちょっとその裏付けをしたかったんで、出るっていうことの通報が来てるんですよ。ただその月曜日、先週月曜日の夜の7時半ぐらいに公園で男女6人で飲んでたらしいんですよ。でそれに近所の人が通報されたんですけども、まあ駆けつけた警察官に対して、まあ、そのいわゆる指を折ったりということで、もう相当酔っ払ってたそうです。泥酔状態でその犯行に及んだけども、まあ、酔いが覚めた状態においても覚えていないというぐらい、まあ、泥酔してたそうなので、まあ、東海テレビさんの方で田中翔というか調べてもらえればニュースは出てますので、すぐインターネットで田中翔っていうのを調べてもらえば、はい、うん、てか今その前後8日から見当たらないですよね、うん、NHK さんのニュースオーダーがね、はいはい、ないということですね。わかりました、それだけわかればいいです。はい、ありがとうございます、すいません、失礼いたします。はい、ということで次にはちょっとね向こうの声が聞こえなかったので電話の調子を変えて名古屋 NHK の名古屋の営業センターの電話してみます。すいません、ちょっとそちらで所属されてるかどうかの確認をしたくてお電話差し上げたんですが、はい、いわゆる集金の委託業務っていうされてる方の中で、はい、田中翔さん、株式会社 N リンクスの、はい、田中翔っていうのは何ていうかちょっと難しい秘書の翔っていうんですか、田中翔さんっていう方所属されてますか、 NHK のこの中村区の方で、はい、中村区でございます、はい、はい、確認をいたしますので、はい、少々お待ちくださいませ、はい、まあ、NHK はですね自ら契約した委託会社の社員に対して NHK が身分証明書発行してるんですね。でその発行してるのは名古屋放送局営業センターで発行してるんで、
そうすると所属してますかって聞くと、所属してるかどうかを回答するということなんですよ。で、ただもちろんこの田中翔さんっていう人が今ニュースになって、逮捕されてるわけですので、何らかの対策を打ってる可能性は十分にありますけども、ここで在籍してないとかっていうことを言うことは、やはり仮にしてたかどうかについても答えるかどうかをちょっと確認してみたいと。まあ、通常女の子がパパパッとタイプをして、パソコンから NDX 田中翔っていうのが所属してたら、すぐに、所属してますって回答するんですよ。というのは、日頃集金人がよく皆さんの家に行って身分証明書見せて、本当にどうか NHK の人かどうかを確認するっつって電話をして、はい、その人は所属してますってすぐに回答しないと不審に思われるから、このオペレーターの女性の段階ですぐに所属してるかどうかっていうのはいつも回答しています。僕も何度もやったことがあります。これだけ今長くかかってるっていうのは、おそらく田中翔っていうのを打った時に何らかの備考欄とかワーニングがかかっていて、副部長なり責任者に相談しろみたいなワードが残っているために、これだけの時間が今調べるのにかかっているとちょっと推察されます。いずれにしてもちょっと待ちましょう。もしもし。もしもし。あ、わかりました。はい。田中翔さんの所属、取材席しているかどうかの確認をしているだけなんですが。あ、ご用件は。ですから、はい、現在ニュースで、どのようなご用件なんですか。田中翔様が、田中翔容疑者が NHK さんの集金をしてたかどうかを確認させていただきたいんですが。ちょっとこちらでお答えしかねますけれども。田中翔さんが在籍してたかどうかすら答えられないということですか。こちらでも答えはできません。いや、どこにかければいいんですか。あ、これ NHK ですね、これやってる。もしもし。はい、はい、ちょっとごめんなさい、今出ちゃって、ちょっと折り返しますね。ちょっと急ぎの用事してるんでごめんなさい。はい、すいません。はい、ということでね、怪しいでしょう。これもうね、ほぼ確定ですね。ということで、ちょっともうちょっと調べてみます。パチプロ政治家 YouTuber、N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ。ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス。これはアウトなデラックス。反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。何が何が受け継ぎさ、多分何が受け継ぎの方めっちゃ痛くて自信よ。めっちゃ痛くなもう食い込みよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテックワーク。